何をやるべきなのかなっていう時に、まあ、いろんなシーンを見たり考えた中で、まあやっぱりあの夏フェスでさ、あのドラゴンのトリビュートでさ、天使のロックを やったでしょ。その時にフェスの何回かでケンちゃんに来てもらって一緒に歌ったじゃん。その時並んだ時のやっぱりあの二人の絵面っていうのは、あ、やっぱ破壊力があるなと思ったから、なんかそれをもうやらない手はないじゃないけど、まあお互いそれぞれ単独でさ戦ってきたわけじゃん。けどそこでこう、まあ若い世代も、まあ、トリプルアックスとかさタッグを組んでやったりしてるし、なんか俺らの世代ならではのそういうのをやった方がいいなと思ったのよ。で、まあそこにはさ、昔を知ってる人はさ、もちろんあの二人は最初は仲悪かったし、けど今はもう違うじゃん。だからこそやるタイミングは今なんじゃないかなっていう気持ちというかさがあって、まあみんなにやらないって提案したじゃん。忘れもしないつよぽんからの、まあ俺は発案と捉えてるんだけど、つよぽんが自分の年齢も考えてキャリアも考えて、でシーンの今の自分たちの世代の居方も考えて、一度あのここで火のこう打ちどころのないタッグでワンツアーやんないかとか一曲やんないかっていう話を受けて、で日存ではちょっと決めれないよって俺もなって、で多分ジェシーもなって、で初めて2人でランチしたっていう三宿通りのサンドイッチ屋で2人でランチして、結構長々喋ってて、でまああのお互いつよぽんがいなかったら俺たち今バンドをやれてないし、あの人に救われたバンド人生だから、あの人の見越しに俺たちがあげたっていいんじゃねえかっていう、まあでも言いながらもお互い美味しいことやってやろうと思ってるし、お互い食ってやろうと思ってるけど、でもそういう話し合いのもう本当に俺たちの中でめっちゃ記念日なんですけど、そう、それがあって今に至るって感じ。きっと石井は俺とケンとケンジを一緒に歌わせたかったっていう夢がきっとあるんだ、石井の中で。だからまあ今ケンいないけどやろうよ。だからライズとドラゴンっていうのもまああったかもしれないけど、それは別に俺とケンジっていうことだったから、俺が勝手にあのへそ曲げてただけだからさ、若い時は。だからボーンズがケンジをフューチャリングすることがものすごく大事であるっていうのは、そのめちゃくちゃ自分も感じてたし、今回イッシーがきっとケンジもそうなのか分かんないけど、イッシーの夢を叶えられる嬉しさは俺とケンジ一緒なんじゃないかな。そこにだからさっき言ったけどケンと馬場さんもの夢も叶えてるような気持ちがみんなあるんじゃないかな。かこんなうまく説明できないインタビューないな。なんか荷物ありますよ。運ぶ。荷物のジャンポクが出る。はい。で、全然こう来て、はい、この辺とかで全然いていい。もう一旦大丈夫。なんとなくやってみたい。はい。ちょっとずつ上げていけばいい。でかいところから下げていける。行きましょうか。はい。
Jesse KJ マイクロッコン Straight up Straight up ぶっ飛ぶ音新時代のためにタッグ行くぞ骨取り言うバンド It's here we go どっちも近いよ近いってどん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 前にずっとここにいるからあっこよやっぱこれはバズるなかっこいいなこれはバズるなこれはバズるなかっこいいジェシーもうちょっと後ろお前もなずっと前にいるかお前それは呼ばれてきてるから俺呼ばれてきて後ろにいたらおかしいからあと呼んでる方がずっと前にいるのもおかしいからちょっと俺前にすいません、迷惑かけます。出て出て大丈夫。出て大丈夫。近づいてみると、作らなくちゃ意味がないし、で本当はアッパーな曲とやっぱりケンちゃんも自身もエモい部分も持ってるし俺も持ってるからその両方のいや本当は2曲やりたいなっていう思いがあったんだけど、あ全部1曲にしちゃえばいいじゃんっていうのを思い浮かんで、その時にまあ本当半年以上悩んだかな俺は。はいはい。これ結構メインですからね。うん。なあ、ありました。記念写真記念写真かっこいいです。俺ずっと何してんのか分からない。新宿の方一回ピースとかしてみたんだけど、いや、記念写真をかっこよくやってます。何なのかなと思って、シングル出す時の誰も何も俺に言うとこないし写真か写真これ、ね、写真か使うパターンあるか写真サムネ言うだけ、あ、いい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。今回は急遽、はい、亀吉線の話を出したが、はい、聞いた時はどんなの？急遽も急遽ですよね。急遽も急遽思いつきで出た発言が、じゃあやりますかとなって。本当にあのなんか近所にタバコを買いに行くぐらいの感じで来てます。うん、もしかしたらドラゴンメンバー出てないみたいな。いうぐらいの見切れ加減が面白いんじゃないですかっていうことはあの監督にお伝えしたんで。あ、でもこれもかなり良かった。しかも明るい。あ、本当だ。今そういうビデオない。ない。信号機みたいな。ちょっと一本抜いてくれ。はい。おじさんがおじさん撮ってることになるから。越してたあの頃、中指立てては常に Hate You。 戦えた俺にとってライバル、ママに毛どう見えてる、上から笑ってるといいな、心から。いつかこうなると君は言った。魂の叫びが今重なった。皆が笑った、見たもん同士の背比べ。ヘッドよりもっと手つなげ、ね、互いに友と別れ。途切れかけた音を奏で、僕はまだ行かなくちゃ。何度だって語り明かした。今も旅は進行形。 It's OK、 だからもっとビート OK。 ちょっと演技の確認してるから。モブの確認。いいね、ボツくん。ボツくんが真ん中だよ。いい演技してる。あ、ちょっとだけサングラス取るの俺が先に取ってるから、もうあれやめ。かぶっちゃうから。あ、それは俺が取ってるから。すごい後でやってるから。そう、タバコ吸うっていうギミック俺持てないからやれないから。サングラスでお付けした。じゃあこれを。いいでしょ。いいでしょ。だいぶ選んでるぜ、サッカー。かっこいい。いやー、バズる。これが俺がキッズだったら興奮だな。もうそろそろちょっと乗ってました最後。乗るのやめとらねえ。 It's OK、 だからもっとビート OK。 いいんやな。みんなにはうまく説明できないけど、ババさんと K なら分かってくれると思う、この気持ち。なんか歌詞で言ったように、わかるよって言ってくれてる気がする。なんかこの気持ち、なんかそれ伝えにくいんだけど、まあ、いいか悪いかっつったら俄然良くて、こんな結末になると思ってなかったし、20年前は、まあ、いつか一緒に曲やりてえなとか一ミリも思ってなかったし、おばさん系やったぜ。俺がずっとぐちぐち言ってたこと、ずっと二人がなんか
早くしろよって言ってたの日が。そうかな。ジャイアンタイム忘れかけた感情背伸びも通り越してたあの頃今も旅も進行形 It's OK だからもっとビート これ大丈夫あ死なへんと分かってたからこれぐらい落ちても死なへんおまあでもガーンって言って頭からゴーンって言ったら死ぬ大丈夫だ、お前ならバク宙できるよまあ、死んで実写で無事に残ればどうせシートで死ぬんだから体感も弱いどうせバスでねあれこの光景こっち、はい、じゃあ回しますはい、お願いします奄美系どう見えてる上から笑ってるといいな心からいつかこうなると君は言った魂の叫びが今重なった腐ったんじゃなくて落ちたんですよ偶然落ちただけですずっとマイケル・ジャクソンそうそうそうこっちに行けばこっちに行けば一人スリラー状態だからやっぱりその昔さ小賀で一回だけ俺がさあのケイとケンちゃんとジェシーのスリーショットの写真を撮ったじゃんなんかあれをちょっと思い出してああなんかケイも混ぜてやりたいなじゃないけどことが思い浮かんでだからあのサビ前のピクチャーズのコーラスを入れるっていうのを思いついてそうだねでそこでまたさらにパブロにも連絡してお前もコーラス入れてっつって、まあいつのコーラスおお、まあいつも入ってないけどなんかだからそういうなんだろうなちょっとした集大成、うん、ここまでバンドをそれぞれみんなやってきた中での集大成の今の集大成の曲にしたかったしなんかこう、うん、だから俺らはやってるんだよみたいな曲にしたかったかな今の自分たちのこう地点を表す曲ありがとう最高建設でしょもう2回出ないやつ、うん、恥ずくなっちゃうテイバック準備だけあとあそこ鬼ぶれでももう言えないっすだって普段俺らこうなのに今だけちゃんとあったってちょっと暗唱の2人はあっちへ行くんだっていうのも分かったさあすごいなカメラおお、お二人ともピースだしやばい2本下がった2本下がったどこで今のスピショーあるけそうだから合わせてよかったよね。黒スターと白終わりがね。すごいシンプルだけど、途中ガチャガチャ変わっても閉まる。先生だってあの3セットもこれに入ってくるから。若いやつが真似できねえな。さあ。まあ前自身も言ったけど、悲しいことで終わらせないための曲ができたんじゃないかなって思うか。
とにかく俺には歌詞でも書いたけどライバルがいることが、うん、自分をどんどん強くしてったし、ライバルがいなかったらつまんなくなってたと思うから、当時はただただな、まあ、嫌いなんだろうなとか思ってたんだけど、一緒にやるってなっていろいろ振り返ってみると、ああやつがいなかったら俺ここまでなんか強くなりてえとか、まあ強い弱いじゃないんだけど、その表現が合ってるかどうか分かんないけど、こんなに時間が経たないといろいろこう咀嚼できたりとか言えないこともあって、だけどその今言えてるから結果的にこの時間は無駄じゃなかったし、お互い中指立てて同族嫌悪でずっと生きてきたから、なんか表面的じゃない、ちゃんと友と呼べる今みたいな、まあもちろんつよぽんとかザックスとかコーキーありきなんだけど、みんなありきだけど、俺たちなりの決着のつけ方がここでできたのかな。これリクエスト？はい、噛んじゃった。ああ、水の大事これ、ここで、ここで、ここで。あ、いえいえ。いかがでした？いやすごいですね、いい感じじゃないですか、これは素晴らしい、監督と素晴らしいカメラマンとチームがすごいですね。何か嬉しいよね、力が半端ないからいやボーンズらしく撮れたんじゃないですかね、いいと思います。ありがとうございます。